中野ゆかり、中野ゆかり、中野ゆかり、ラテン文字、ゆかり中野、1985年8月25日帯は、愛知県江南市出身の日本の元、フィギュアスケート選手、女子シングル。主な実績に、2005年 NHK 杯優勝、2007年、冬季アジア大会優勝、2005年 GP ファイナル3位、2006年4、大陸選手権2位、 2008年世界選手権4位など。2010年に競技生活を退き、同年より、富士テレビ社員となる。杉山女学園大学附属小学校、杉山女学園中学校、杉山女学園高等学校、早稲田大学人間科学部 e スクール、大学通信教育を経て、同大学院人間科学研究科を修了。大学入学時から大学院修了までは、 プリンスホテルに所属していた。兄と6歳上の姉がいる。真面目で、負けん気が強い性格。愛用しているリングは、両親からもらった結婚指輪。6種類の3回転ジャンプを飛ぶ数少ない女子選手の一人である。シニアイ工事には極端に難しいジャンプ構成を組む選手として知られ、海外では、クレイジーガールと呼ばれることもあった。 三回転アクセルには2000年から取り組む。その後、怪我などで一度中断していたが、シニアに上がる際に、自分の特徴を作るために再開した。競技会で成功したのは2002年のチューブブロック大会。国際競技会では、同年のスケートアメリカで成功した。同年の西日本選手権と全日本選手権では3回転アクセルマイナス2回転トーループのコンビネーションジャンプも飛んでいる。 一方で、ジャンプの際に踏み切った足にもう一方の足が絡みつく、巻き足になってしまう癖があり、声でマイナスの評価をつけるジャッジもいる。6歳でスケートを始め、高校卒業まで名古屋のグランプリ、東海クラブに所属で、山田町子、樋口美穂子らの指導を受ける。1998から1999シーズン、全日本のオービス選手権 A クラスで優勝。 自身初の国際大会となるトリグラフトロフィーノービスクラスでも優勝した。1999から2000シーズンからジュニアクラスに上がり ISU ジュニアグランプリでは初参戦ながら JGP ファイナルに駒を進めた。JGPSBC 杯のフリーフリーでは6種類の3回転ジャンプに挑んだが3回転アクセルが両足着氷となり成功しなかった。 三回転アクセルには、世界ジュニア選手権半月前の練習中に、回転不足ながら、片足での着氷に成功し、同選手権の公式練習中に回り切って、着氷した。2000から2001シーズンは、JGP で2戦続けて優勝し、全日本ジュニア選手権でも初優勝を果たす。JGP ファイナルと、世界ジュニア選手権でもそれぞれ上位に食い込む活躍を、見せた。 翌2001から2002シーズンの世界ジュニア選手権では銀メダルを獲得した。2002から2003シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦するにあたり、ショートプログラムに3回転アクセルを、フリーには単独の3回転アクセル、3回転アクセルマイナス2回転トーループ、3回転フリップマイナス3回転トーループ、3回転ルッツマイナス3回転ループを飛ぶ。 攻撃的なプログラム構成を予定して、競技会に臨んだ。シーズン初戦のチューブブロック大会で3回転アクセルに成功すると、続く、スケートアメリカでは、ISU 公認記録としては、伊藤緑、東野ハーディングに次いで3人目となる3回転アクセルに成功。さらに、西日本選手権と全日本選手権では、3回転アクセルマイナス2回転トーループにも成功した。 冬季アジア大会と4大陸選手権では、それぞれ3位となり、荒川静香、すぐり昭恵と共に、日本人選手で表彰を独占した。2003から2004シーズンは、中野にとって辛いシーズンとなった。初めて新採点方式の下で行われた、スケートアメリカでは3回転アクセルが、回転不足と判定された。9祭点においては、 回転不足であっても大技に挑戦することで一定の評価を受けたが、震災点方式では大きく減点されてしまうため、得点が伸び悩んだ。そのため、次の試合からは3回転アクセルを回避した。2003年夏から、ジェイソン・ダンジェンにペア転向の誘いを受け、シーズンオフには本格的な検討がなされた。2004年3月には、佐藤ゆ香の紹介で、 ジェレミー・アレンのトライアウトを受けた、アン・パトリス・マクドノーや、ナオミナリ、ナムといった他の候補者を押しのける形で、チーム結成を依頼された。しかし、迷いながらもシングルでの競技続行を決めた。2004から2005シーズン、早稲田大学の人間科学部 e スクール、通信教育課程に進学し、上京、練習拠点を横浜に移し、佐藤忍に指示するようになる。 2005から2006シーズン東京ブロック大会で国内競技会では初となる震災点方式のもとでの6種類の3回転ジャンプに成功。スケートカナダでは震災点システムの下で初めて3回転アクセルに成功し明らイに乗った。怪我により欠場の大田幸那に代わって出場した NHK 杯で GP シリーズ初優勝。 GP ファイナルでも初出場ながら3位に入る。しかし、全日本選手権で5位にとどまり、トリノオリンピック出場は叶わなかった。4大陸選手権では銀メダルを獲得し、世界選手権では3回転アクセルを回避して5位に入った。2006から2007シーズン、GP シリーズでは獲得ポイント6位体ながら、総得点差で GP ファイナル進出を逃した。 全日本選手権では初めて表彰台に上がる3位となった。日本学生表情競技選手権大会で3連覇を達成し、冬季アジア大会では、すぐり秋江を逆転して初優勝。東京開催の世界選手権では、開会式で選手宣誓を行い、競技でも2年連続の5位に入った。2007から2008シーズン。 東京ブロック大会で3回転サルコーマイナス3回転ループに挑み、回転不足、3回転アクセルにも成功し、4連覇を達成。その後もスケートカナダ、ロシア杯、GP ファイナルと立て続けに3回転アクセルを決めた。全日本選手権は2年連続して3位に、3年連続の代表となった世界選手権では SP3 位とコースタートを切り、 最終滑走者として臨んだフリーでは3回転アクセルが回転不足になったもののスタンディングオベーションを浴びる好演技を見せ4位となった2008から2009シーズン GP シリーズスケートアメリカ NHK 杯では3回転アクセルを回避した GP ファイナルでは3回転アクセルに挑んだものの回転不足となりその後もジャンプにミスがあって5位に留まった 全日本選手権は SP で首位に立ったものの、フリーでジャンプのミスが続き5位に沈み、4大陸選手権、世界選手権いずれの代表にも選ばれなかった。その後、ユニバーシアードで優勝して、シーズンを締めくくった。2009から2010シーズン、ジャパンオープンにて3回転アクセルに挑んだが転倒し、左肩は脱臼する。肩が感知していない状態で臨んだ GP。 シリーズエリック杯では3位と検討したが、NHK 杯では4位に止まり、GP ファイナルへの出場を逃す。全日本選手権では SP で2位と、高スタートを切ったが、フリーは、序盤の3回転ルッツが、回転不足での着氷ミスや、他ジャンプにも、高得点が取れなかったことなどが響いて、2位の鈴木、秋子にわずか0.17点及ばず、総合3位に終わる。 結果4年前のトリ五輪に続いて、念願であったバンクーバーオリンピックの代表に選出されなかった。4大陸選手権と世界選手権の代表に選出されていたが、左股関節炎及び左肩脱球の回復が思わしくないため、両大会ともに出場を辞退。また2010年バンクーバーオリンピック開催中の2010年2月22日、すでに、 日本スケート連盟へ引退届を提出していたことを自身の公式サイトで表明した。2009年4月にフジテレビの内内定を受け、現役引退後の2010年4月から一般職であるフジテレビ映画事業局の映画制作部に勤務。2011年9月公開のアンフェアザアンサーではアシスタントプロデューサーとして名を連ねるとともに焼肉屋の店員として カメオ出演している。2012年3月11日、スケーターとしては2009年12月の全日本選手権以来2年3ヶ月ぶりに安藤美希律案によるアイスショー心を折りなす表情の世界リボーンガーデンに出演した。2012年1月からは踊る大捜査戦、ザファイナル新たなる希望の制作ブログを担当している。 2012年9月1日放送の踊る大捜査線ザラスト TV サラリーマン刑事と最後の難事件ではアシスタントプロデューサーを務めた同10月からスポーツ局に配置されスポルトのアシスタントディレクターとして活動する傍らフィギュアスケートのレポーターも担当しているまた二千十四年ソチオリンピック開催時は AM ラジオ局日本放送平日午前の ワイド番組、柿花正しのあなたとハッピーに出演し、フィギュアスケート競技各種目のレポート、解説を担当した。2015年4月21日、中野ゆかり応援ブログにて、一般男性との結婚を報告。10月18日に披露宴を行った。2016年8月9日、第一子となる長男を出産した。2018年2月に、 第二子となる長女を出産した。2018年4月現在は、3前0 3号休職中であるが、同年2月の2018年ピョンチャンオリンピックでは、産経新聞史上に、チェックアイと題する競技評論を執筆している。また引退後にフィギュアスケート競技の B 級審判資格、ローカル大会での競技審判業務につけるを取得しており、今後は全日本選手権の審判ができるナショナル級、 N 級審判資格取得を目指していることを表明している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。